はい、こんにちは、キョです。今日はこれからね、今カメラマンくんとね、筋トレやるんだけど、まあ最近ね、ちょっと筋トレ復活したから、復活したって言ってもね、やっぱりちょっとね、もうめちゃくちゃ筋トレやりたいってわけじゃないの。ジムに行けばがっつりやるんだけど、まっすぐで行く。まあ今そういう状況でカメラマンくんに筋トレを連れてきてもらったところですね。今ね、運転に集中してる。ごめんなさい、何も喋れない。ゆうたが喋んないと俺喋れない。今日そうですね、腕行きましょうか。腕やる、腕行きましょう。今日はね、本当は俺胸やりたかったんだけどな。昨日胸やっちゃったんで。何やったの？昨日もベンチプレス、あ、115キロ上げれました。マジ？はい。そんな強くなった？めちゃ強くなってます最近。ホープしてんじゃん。してます、してます。いや、俺もさ、ちょっと最近さ、はい、あのバキ見てんの知ってる？知ってます、知ってます。あのさ、ネットフリックスでさ、バキのさ、はいはい、あのオリバ編、ビスケットオリバ、そうそうそうのところをさ、ずっとさ、はい、見てたの。オリバかっけえね。オリバかっこいい。みんなの憧れ。だよね。俺ふと思ったの。オリバになりてえ。あのサイズ感とさ、あいつ1日に10万キロカロリーのさ、飯を取るわけじゃん。戦闘機を引っ張るようなさ、そうですね。すげえ筋トレをやってるわけでしょ。あの腹筋あれですから、ね、あの、刀刺さらないですから、ね。硬すぎて。そうだよね。なれるかな。アキトさんがでも、かなり近いんじゃないですかね。慣れるかな。バルクラなんで。だから死ぬほど飯食って、はい、ガツガツ高重量扱って、はい、オリバーを目指すっていう感じで行くのどう？ビスケット、どういう、それってあれなんですか、もう動画の方向性的に。オリバーを目指す。オリバーを目指すっていう、そう。ジャンルになるんですね、これは。そう。ベンチプレス200キロ目指すとか。オリバーになったらでも250ぐらい上げそうだよ。そうそう、オリバーだったら上げる。もっと上げるか。俺もね、好きなんだよね、高重量バチバチやってる。なんかトレーニーっていうか、はいはいはい、であのガタイでさ、死ぬほどハンバーガーとか食ってんじゃん。そうですね。ああいうのテンション上がるよね。いや、爽快ですよね、今日のトレーニングから。そうね、はい、ガツガツやってます。まあちょいちょいやってんだけどね、はい、がっつりやっていこうと思います。 OK です。ういThank you.
お疲れ様でした。疲れい。どうだった？いや、めっちゃ聞きましたね。いや、俺超疲れたんだけど、なんかオリバーを目指す腕トレ。オリバーを目指す腕トレで。ちょっとベンチとかガツガツしたの見たいですね。いや、俺ね、本当はベンチやりたかったの。なのに、どっかの誰かがもう昨日胸トレでしたっていう。またこの、やりますか、トレーニングガツガツ。もうね、頻繁にやろう。そうですね。俺一人でね、ジムに行くその、モチベがね、まだなかなか上がってこないからさ、あ、はいはいはい、無理やり連れてってもらえれば俺やるから。はい、もちろんもちろん。次はどこやりたい？足とか。足行く？いや、やりたいというか、もう僕的には流れ的にも次絶対足行っちゃうんですよ。じゃあ次足だな。いいっすか、足で。いいよ、足やろう。俺足まあまあ強いよ。マジっすか、まあまあ弱いんすよ。ガツガツスカートっすね。うん、やろう。オリバといえば足っすもんね。あいつ足やべえじゃん。ヤンバです。あそこから入るあの四頭筋ね。はい、今ちょっとテロップ画像出しときますけど、あの四頭筋はやばいよ。あれを目指す足トレ。次回やろう。ちょっとマジででかくなろう。はい、あんまデブにならないように。今ちょっとデブだから、はい、食べ過ぎで顔もムクムクで。食べ過ぎといえばちょっと食事爆食い止まってます。やってください。爆食いやんないとね。またよろしくお願いします。はい、という感じで今日もご視聴ありがとうございました。じゃあね。